ヒダチルリウ属は、紫カの属の一つ。別名、匂い紫属種によって一年草、多年草、低木、小高木、または、鶴聖低木。葉は、基本的に互い生まれに耐性し、傭兵はあるものとないものがある。葉の縁は、全縁で、普通両面に剛毛が生えるが稀に無毛。茎先、または葉液に先が巻いた薪三条の果樹をつけ、巣とはあるか。 またはない。花は白色から単行緑色、時に青紫色がある。額は5前列までに4前列し、花子の大きさは変わらない。果敢はロート型になり、五列し、果敢外面に厚毛が密生し、内面の喉部に付属体はない。湯髄は5個あり、果敢列編と合成して、花筒につき、短いため、花筒から出ない。脂肪は上位で、 4室あり、花中の先端は、円水状に飛行し、中東は花中の飛行した側面につく。果実は2、または4個の文化化二2、または4個の小核を含む核化となる。世界に約300種あり、熱帯アメリカに多い。日本には2種が分布し、数種の喫化種がある。花に芳香があり、園芸植物として栽培されているものもある。従来は、 果実の特徴をもとに、砂引き層族、木立砂引き属などに分けられることが多かったが、分子系統学的研究の成果によって、果実の形質は分類系統を反映していないことが明らかにされ、それらの属は本属に統合されることになった。和名及び学名は特に記載がないものは、イリストによる。和名、木立る理想属の木立る理想は、 小立ちる理想の意で、同じ紫化のる理想に似て、木本であるという意味。また、俗名、ヘリオトロピウムは、ギリシャ語で、ヘリオストロープからなる語で、太陽に向かって動くの意味で、彼女が太陽に向かって回ると、古くから信じられてきたことによる。ありがとうございます。